足が速くなる腕振りスタート。腕振りが弱くて足が小さい方におすすめ。飛び出しから大きく振っていく練習やってみよう。やり方、前足と反対の手をスタートラインに置く。前足はスタートラインから1足から2足長下げたところで構える。浮いている手は後方に上げて両手をブンと振って飛び出していこう。ポイント1、浮いている手は前にブンと振る。ポイント2、地面についている手は後ろにブンと振る。ポイント3、同時にブンと振る。まっすぐの姿勢を作りやすくなります。ポイント4、振った後はすぐにブンと次の腕振りに。腕振りの力を使って鋭く飛び出していきましょう。足が速くなるオンライン教室を開講しています。コメント欄からお願いします。